今日はですねゲスト解説、テイクヒーローこと鈴木武弘選手、そして、赤松選手こと、赤松大輔選手そうそう、あ、すいません、あの皆様これはですねこちらのカンペ上の問題で、まあ、ちょっとですね名前を面白おかしく書いてたということだけで大変失礼いたしました。まあということで、赤松大輔プロと、はい、そして鈴木武弘プロお二人に解説をしていただこうと思ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね近いんで、あ、近い近い近い、声は控えめでやらせていただきます。そうですね、まあ試合入ったらもう全然聞こえはしないかなと、ね、ところどころたまに聞こえるんですよ。あ、それはちょっと、ね、聞こえるでしょ、ところどころ聞こえるけど、俺は気にならないね。おお、なるほど、気にならないんだよね。でもね、例えば今あの有名どころといえば、うん、猪俣慎吾プロ、トルネードっていうあだ名が最近できたんですよ。はいはいはい、トルネードって言ったらね、笑うと思うんですよ。あれでしょ、大丈夫、その宣伝はやめましょう宣伝はね、いや、なんかやめましょう。なんかもう自分より上行ったから着でしょうがないんでしょ本当は本当はそうでしょ。バレたって言いたいけどちょっとこれ危ないですよね。ここは何も言わないと思いましょうさあということで始まりました、ゴレグですね。今日はファットブルでの、ね、ゲームということになります。メーカー内での自分の立ち位置って大事だからね。そうそうそう、大丈夫です。でも今のところ猪俣が上行っちゃったよ。そういう話ですよね。あ、まあまあそうですね、たくさん、でね、自分負けた相手に慎吾プロ勝ったんですよ。直対でもなかったってことね。そうだから自分次勝てば直対だったんですけどね、ちょっと悔しい思いをしました。なるほど。でもね、さっき見てたんですけど、2人ともすごいなんか自分の世界を掴んでる感じがしたので、この試合はちょっと面白いと思いますよ。今日ちょっと江ノ俣プロは正直予選というかあれはやってないんですけど、まあ、広瀬隆さんプロ下から上がってきてるので、今日予選ラウンドロビンでレーティング 18.1 なのぐらい、もうブルーも外さない、クリケットも5ぐらい、4.9 だったかな、うん、そろそろやるんじゃないですか。そうなんですよね、集中力ってやっぱりそこまで持たないから、長いから、うん、持たないっていうか、ふとした拍子に入らなくなる瞬間が出ちゃう。でもタカが入れ替えするとジョニーさんとだったんですけど、うん、3-0 で勝って、うん、ちょっと油断するかなと思ってたんですけど、うん、いや、いい打つしてました、ね、ついてるな、本当、うん、外しても1とか ね、あと全部ボルディ入れればいいですね。いや今日でもなんか本当にやっぱずっといい打つしてるっていう、うん、はい。まあ準決勝俺審判しましたけど、広瀬選手と大城選手審判しましたけど、もう6点台のクリケの打ち合いやってましたけど、ね、いやすごいですね。だけどまあまあね、準決勝はちなみに広瀬プロの方はもうどっちが勝ってもおかしくないなっていう感じの試合展開だった。ね、もちろんそうです。最終レグまで行きましたね。最終レグ2-0から、そう大城が 0-2 から1個ね、まあもうブルと15の打ち合いになってまくって勝って、で先行キープしてフルレグなってみたいな展開でしたね。最後はもう先行取られてそのまま押し切られたみたいな感じでしたけど、それでもまあ5点後半は打ってたんで、いいゲームでしたね。うわー、いいですね、やっぱりね。いいっすね。ブルブルでちゃんとテンパイね。これブルブル11取りでしょ。誰が？何の話？いや、江ノ俣ブルブル11取りでしょ。ああ、そうだ、びっくりした。俺51取りでしょって言う。51取りってどこですかっていうね、私です。何の話か全然頼みますよ、もうハローズの竹井さん。相手ノーテンだからブル行った後に11行くんじゃないですか。51行くかな、ノーテンだから51行くね。で、16で16だね。うん、で、テンパイしっかり。おっ、じゃあこういうとこが江ノ俣クオリティだから半端ない、これじゃあそうそう、江ノクオだから。ああ、なるほどね、狙っていくとこね。こういうとこがちょっとなんかでもいい外ししましたよね。5入れてブルでをね、追われるって、これはいい。そうだね、確かに47とかさ、うん、なんかそういう数字になるよりは全然いいよね。そうですよね、やっぱりブルを残すっていうのはラッキーでしたね。信じる？でもさっき外したからね、嫌なイメージがないように。はい、ナイスアウト。いや、ここに危ねえっていう顔して今盤面に近づいてそんなことないと思いますよ。危ないっていうのは、今度シングルが危なかったっていう話だと思いますよ。あ、すごいすごい、真ん中じゃなくてちょっと上の方に上ずっちゃった二重側っていうか。この広瀬君、今日
すごいテンポがいいんですよ、テンポがいいの、そう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 、もうポンポンポンって投げてて、入っても入んなくてもずっと同じテンポで投げてるのがすごいいい感じなんですよね。あ、乗り始めたら多分止まんないだろうなっていう感じなんですよ。やっぱさ、悩んでくるとテンポ悪くなってくるじゃん。あ、考えて考えて、そうそうそう、考え始めちゃって、そう、なんかやっぱ一番まずいパターンっていうのはこう投げ方考え始めちゃって、どうやって投げようかねみたいなあるじゃん、あるあるじゃん、すごいある。それで、あ、こういう感じかなって思っても入らなくって、いや、じゃあこういう感じかなっつっても入んなくって、もうどうやって投げていいか分かんない、分かんないんですよ、ね、そうそう、なるなる、でも多分ね、そういうの多分全然考えてないと思うんです。そうですね、全部同じリズムで投げてますね。そうそう、迷いなく、うん、そうそうそう、もうテンポリズムがもう小気味よくって、なんかね、日の打ちどころがないんですよ。広瀬くんね、俺Bフライトの時にイベントでこう一緒に投げてたぐらいの感じなの。そうそう、広瀬くんが、そう、Bフライトぐらいだったんですよ。まあ、浜田さんその時プロですね。そう、もちろんもちろん、もうプロでやってて、で、負けても負けても何回も挑んでくるような子だったんですけど、本当なんかこうやって自分を差し置いて決勝残ってるの見るとなんか生意気ですよね。いや、でも本当上手になりましたよ、本当に。やっぱ相当練習してるでしょうしね。まあそうですね、やっぱり、練習してると思いますけど、これちょっと厳しいこと言うかもしれないですけど、やっぱ当たり前なんですよね。ああ、そっか、プロからしたら、まあ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 、そうですよね。やっぱ自分に足りないスキルっていうのは練習で補う以外何もできないから、練習するっていうのはプロとして仕事だと、そう思うんですよ、僕は。ね、もうふてぶってしいですよね、とかね、プロ生、なんか、あ、いい、なんか度胸してるなって感じしちゃいますね。見た、ちょっと江戸股仕掛けたけど失敗したみたいな。ね、でも涼しい顔してますからね、だからね、そうそうそう、これは何も聞いてないんだろうなって。買っといて、こうなったら俺も次のレグの、あー、ね、ナイスナイン、ね、次のクリケンはちょっと打ち方考えちゃ う、 そう、ね、でもこれって正直広瀬プロの先行レグなんで、江の又は何とも思ってないです。あ、まあ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 、確かに確かに、何とも思ってないと思います。まあ自分の先行の01レグちゃんと取ってるから、カッといった、とりあえず、そう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 、これで5本、5本、高も何とも思ってないと思うんですよ、ね、まあ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 、確かにお互いにもう何とも思ってないというか、そのまんま流れのみたいな、そう、先行が取るから、まあとりあえずこのレグは流してじゃないですけど、次のクリケ頑張ろうかなっていうふうにしか江ノ又プロは思ってないと思う。あ、なんでいいプレーしようがしまいが江ノ又プロは何にも思ってないんです。ただこのいい感じの流れを広瀬プロが、広瀬君が次のレグまでちゃんと継続できるかどうかです。出だし大事なのよね、ちゃんと入れるよね、ね、出だしのトリプルは全然いいよね、もう全然これでもね、だから高がこれで9マークですよね、19、19、20、57、57ね、60ね、の9打った時にどうやってちょっと修正できるか、まあ、最低7だよね、最低7じゃない、ピーってやって、おー、いるね、もういるね、コースがいい、まあ、入れたら天才だったけどな、勝負決まったかなって思いますけどね。そう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 。意地あるよね。でもね、江ノ又もね。と言ってまたプッシュ。フリーでしょ？フリーでやってるんでしょ？そうですね。お店で所属してないですよね。所属もしてないし、ダーツ以外に仕事もしてない。でも高ももうやめたんでしょ？高もそれはいい、それはダメなんじゃない？何が？なんで？いや、もう辞めたっぽいですよ。あ、本当ですか？うん、フリーになったっぽい。どっかで働いてるのかわかんないですけど。あ、でもなんかお手伝いするとかなんかとか。言ってました。チラッと言ってました。チラッと。でもね、なんか良し悪しだよね。なんかもうダーツ以外にその収入源がないって思ったら追い詰められてすごくできる人もいれば。そうなんてできなくなる人も。でも赤松さんよく知ってる人で言えば野毛俊平プロなんてそうじゃん。あいつは
あいつってあいつはイベントやりたくないだけです。ああ、まあ、まあまあ言ってますね。スパインから公的給は出てるんですか。いや何も出てないよ。そうそう、だって俺時間縛ってないもん。天才じゃないですか。時間縛ってる。俺怖いからお店作りましたよ。自分のでしょ、うん、いや俺も一緒でしょ。いやお店作ったわけじゃなく、そう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 、俺は逆なんだけど、お店作った後に自分が頑張ってなんか有名になっちゃったみたいな感じだから、うん、怖いからっていうか、ダメな時はお店頑張ろみたいな、うん、そうそうそう、だとダメな時はお店頑張ろうと思うけど、でもそれでも2人ともだってそうやってやってながらもう第一線でやっぱ活躍してるじゃないですか。いやいやいや、もう3本後ろです。自分は3本後ろです。皆さんには全然かなわない。年間ランキング1位の人にそんなこと言われたらよく言うわって、そう、何も言えなくなっちゃうから、うその辺はいや頑張ってますぐらい言っといてほしいかなって気がするよね。そうですね、頑張りたいんですけどね、やっぱりすごい、もう何の解説もしてなくない？そうそうそう、いやいや、まあ、ね、いいですよ。もうね、タカがね、すごいリズムよくポンポンいけてるのが、もうね、隙がないんだよ、うん、解説する以前の問題でもう隙がないの。そうそうそう、19なんかいっちゃったもんな。みんなわかんないと思うけど、これでも全然かない。そう、1ラウンド目のトリプル率がすごいもん。あー、そうですね、攻めれるし、1本目の守れるし、そうかそうか、1本目のトリプルの数が6分の1じゃあ6分の5、そうそうそう、だから7分の6だかがもう全部1本目がトリプル入ってるっていうのはもうすごいと思う、うん、そうですね。そっか、1本目にトリプル入れるってそういうことですもんね。1本目にトリプル入るとできることがたくさん増えてくる、うんうん、で榎俣選手は、そんだけ集中力も保ってるもんね。そうそう、榎俣選手はやっぱこれ1、2、3、4分の、そうだね、あ強い強い、もうこれはもう入るでしょ、うん、はい、どんだけ1本目がね入るといろいろな可能性ができますもんね。そうそうそう、内幅が広がってくるんですよ、1本目がトリプル入ると。やっぱり榎俣慎吾プロ 3.83 って、やっぱり相手のそのダーツにちょっと押されてる感ありますよね。そうそうそう、見ちゃってるよね。ゼロワンで先行スタートですよ、うん、見ちゃってるよね、相手のダーツをね。これはもうタカはね気楽に投げれる、うんうん、いやわかんないよ、でもやっぱこのぐらいの年齢で、うん、まあ、正直俺らからしたらずぶといじゃん、見てどう見てもずぶとい。そんななんかもう決まりきったようなこと言ったら聞いてる人面白くないでしょっていう話だよ。ちょっと盛り上げろよ鈴木。対戦相手的に鈴木盛り上げろって、こいつ俺勝てねえなと思っちゃいますね。ダメじゃん、ダメじゃんって言って。ふてぶてしい。いや、ふてぶてしいのは俺いいことだと思うんだよね。いいことですよ。今日ね、やっぱり若いっていうプレッシャーでしょうね。若いっていうのをなんか悪い方に使ってないかなって気がする。若くったってベテランだってやっぱ同じ土俵でやってる勝負師だから、うん、やっぱ勝つことを目的にやってますよっていう感じは俺は全然いいと思う。でもやっぱりもう優勝の経験もあるし、うん、あるけど試合の経験数もやっぱだいぶ、うん、そうですね、うん、やっぱり榎本プロがちょっと硬くなってますね。そうだね、もう外しちゃいけないって思う。もう相手見始めてる、うん、相手を完全に見てる、うん、相手がこのぐらいだからっていう算段をしながら投げてるからこういう感じになるんじゃないかな、うん、もうそれ関係なしにパン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 いかないと。そう、もうこの広瀬君はそういうの関係なしに自分がもう5ラウンドで上がればいいと思って投げてるだけだから、うん、あー、そうか、そうそう。でもそろそろね、相手の点数も分かってる、そのトーンだの、ハットだのって音も聞こえてるんで、うん、ね、1本外してもあと気楽に行こうって、ね、うん、ちょっと楽にはなってますよね、うん、でもこの点数本当についてるよね。さっきもなんか1だったじゃなくて、うん、外して、いや、やっぱ持ってるよ、うん。おー、そっち行った。これ60入れないと次のラウンドで上がりフィニッシュ圏内までいかないんですよ、ね、でもね、俺だったらいいよ、じゃあ外してやるよって、その代わりお前トンパチ出してみろよって逆に思っちゃうタイプです。うわ、そんな隙も与えないですね。いや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 、隙も与えない。これはすごい集中力半端ない、ね、マジ生意気だわ、ほんとに。そろそろコッキーさんはウインナーっていう番組ですね。ウインナーって、まだ、あ、わかんない。これトンパチ出るかもしれないですけど。来たじゃない、来たじゃない、プレスかけれる。あー、惜しい、惜しいね。さあ、ということで、はい、ウインナーが来ますね。お二人本当に解説ありがとうございました。じゃあトッキーさんと一緒にみんなでウインナーを。1本目入ったらありがとうございましたにしよう。そうですね、ウインナーにしましょうよ。ウインナーにね、オフにさせないですよ。はい、来た、お疲れ様でした。ウインナー。
ウィナー広瀬隆さん。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2017ステージ1兵庫ジャパン優勝広瀬隆久プロでした。おめでとうございます。それでは優勝されました広瀬隆久プロに一言いただきたいと思います。真ん中の上どうぞ。まずは2017年シーズン初戦優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて広瀬隆久プロは今日は、もう予選ラウンドロビンからのスタートということで今日一日ダーツをしてきたわけですけれどもいかがでしたか。まあ予選からっていうのですごい厳しい戦いが多かったんですけどまあそれを乗り切って、まあ、決勝まで来れてまあいいダーツができてすごく良かったです。今日ちなみにこう優勝できたこうここのポイントで優勝できたなとかいうところがあったらちょっと教えていただきたいんですけど今日一日通して、まあ、ブルの、まあ、精度がすごく高かったので、まあ、それがすごいきっかけになったのかなと思います。もう常にずっと全試合でブルをあまり外さなかったという感じですか。今日のまあそうですね、まあ、比較的外してないかなとは思いますけどまあでも入ってたと思います。なかなか朝からこうやってて集中力をここまで途切らせずにやってくるっていうのは難しいかなと思うんですけどその辺どうでしたか。まあ結構応援してくれてるみんながこう声かけてくれたりとかしてたのでまあその声援に応えられたと思います。それではまあ今季まだ始まったばかりということではありますが今季はまあ2シーズン制ということでブルーシーズンとレッドシーズンということでまずはブルーシーズンのねチャンプ向けていい幸先を切れたと思うんですけれどもそこに向けて、まあ、意気込みとともに応援してくださった方々に向けて一言いただければと思います。はい。まあ、2016年シーズンに悔しい思いをしたので、まあ、2017シーズンを、まあ、いい形でスタートできたのでこれからもっと頑張りますので応援をよろしくお願いします。おめでとうございました。ジャパン優勝広瀬隆久プロでした。